週末またちょっと和歌山行ってて、でまあ和歌山行ってもそれほどもう見るものとかは大体見ましたんで何もやることないんですけど、基本的には普通に朝かみさんが目玉焼き作ったのが食いたい、そんなの。目玉焼きと味噌汁とご飯みたいののそんなにうまくもまずくもないやつを食うっていう普通の日常を久々にやりたくて行くんですけど、それでまあ朝から飯食って、んで僕の俺の体 A to Z のうちの Q なんですけどもねアルファベットの Q です。もう A から Z までいろんなこう俺の秘密がその隠されてて、でよくアンアンで別冊でつくときがたまにありますけれどもね、まあお買いになってない方もいると思いますけど俺ね、お腹いっぱいで半ズボンでサンダルで歩くとおならが止まらないんだよね。なんですかこれなんなん、お腹いっぱいと半ズボンとサンダルっていうこの組み合わせで歩くともうおならが一歩ずつプッ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 プ出るんですよ。でそれまあでもほら別に僕の自由、それは僕の自由ですから、まあまあそのかみさんといろんな話をしながら、まあおならをプップップップ出しながら、まあ歩いてたりして、そしたらかみさんが最近友達になったっていうか最近向こうで知り合いになったっていう70歳ぐらいの自給自足の生活をしているおじいさんの家に行かないかって話になって、でこれちょっと長くなるから一回 CM 入れようか。じゃあ CM、ほいでそのなんか自給自足でなんかこう米作ったりとか野菜作ったりとかして、でしかもなんかちょっとした料理屋みたいなのやってるんだけど、その料理屋自体も前の日に予約だから、1週間前ぐらい予約しないとその野菜が揃わないみたいな、まあそういうおじさんがいて、でそのおじさんと最近仲良くなったから、暇なら会いに行くみたいな話になって、でまあどっちでもいいんだけどさ、でしかもほら別に飯が食えるわけじゃない、その1週間前に予約しないと食えるわけじゃないから、ただ単に友達として会いに行くっつって、で行ったらさ、ら すごいおじさんでさ、テレビではこういう人いるって聞いたことあるけど本当にいるんだみたいな、もうな65、6ぐらいかな、老夫婦、あ55歳の時に会社辞めて始めて15年でこうなりましたっつってたから70歳かな、70歳ぐらいの老夫婦で、ほいでもうその建物からもう自分で作ってる、なんか日本家屋みたいなの作ってて、いろんな建築廃材みたいのを、割と器用に使って、なんだろうな、建築廃材でおじさんが一人で立っちゃってるっていうとイメージブルーシートの感じするかもしれないけどそういうんじゃなくて、割とちゃんとした雰囲気のいい なんか日本家屋みたいに建ててて、でその前にこう田んぼがあって自分で田んぼ耕して、で無農薬の野菜作りながらみたいにしてる人なんだよね、してて、でまあかみさんはその老夫婦とまた来ちゃいましたなんつって話してんだけどさ、俺そういうのに人と話するの苦手じゃん、もともとほら事務職でずっと役所長いからさあんまり人と喋るのとかダメだからねだからそのやることないからさ、外にいたらさ、ボロボロのミニチュアダックスフント、黒の黒で、もうボロボロのミニチュアダックスフントで、何歳ですかって聞いたら、うちが預かるようになってからは15年っていう、ってことはまあああいう小型犬ミニチュアダックスの平均寿命 が12、3年だと思うんだよ多分、ね、まあいろいろ諸説あるけど、よく生きたねっていうのは15、6年だと思うんだよね。でも もらわれてきて、今15年経ってるってことは相当なその年月が経ってるんだけどさ、でこれがさ目の病気で全く目が見えない、でもう老犬でもう耳も聞こえないっていう状況なんだって、でもうくちゃくちゃなわけで、もうミニチュアダックス、俺も飼ってるからミニチュアダックスだってことはまあ分かるんだけど、まあなんだろうね、ダスキンが引き取りに来ねえっていう感じの見た目はねえ感じのダスキンは何ヶ月これ置いとくんだよっていう感じの、もうポロポロなんだけどさ、なんかそのなんつうのかね、ああいう怪我とか病気の動物ってね、すごいなと思うのはね、動物は本能で怪我しないようにはするじゃん、
反射的に避けたりするスピードも速いしさ、あのこれは殺気を感じたから近づかないみたいなことに関しても動物はすごいすると思うんだけど、そのなんかやっぱりその最終的に大怪我しちゃったりとかもうやばいなってなった時に、あーすげえな動物って、そのもし病気をしなかったらとか、もし怪我をしなかったらとか考えないじゃん、あいつら、ね、もうその時に今できる感じってどうみたいな俺が一応その、今視力と聴覚はないが、そのよたよた歩く程度には元気っていうのを満喫するわけ、こいつが。でその自給自足のもう別に柵もないような庭の中をさ、ずーっとこうやって歩いてくるわけで、歩いてきて、おそらく感じとしては匂いだけが頼りなんだ、まあ、嗅覚がすごいからさ、犬だからさ、その匂いをさ、なんか違和感のある匂いを嗅いだりとかするとさ、それがずっと面白いらしくてずっと嗅いだりする。例えば開いたばかりの花とかを犬なのにずっとその周りを回ったりする。要するに昨日まではそこは草だったわけ、まあそいつには見えてはいないんだけど、そういう匂いはしなかったのに今日はしてるっていうことに対して楽しそうにぶたれたりして、うわなんかすごいなって。僕は割とあのどんな些細なことでも目いっぱいくよくよするようにできてますからね、もうダメだって言わせたら日本一ですからね、おしまいだって言わせたらね、あの変な話いつでも膝から落ちられるようにレガースをつけとこうと思ってるぐらい、日常歩く時もいつもレガースをつけてね、背景山田太郎様と背景土門様と言いながら歩き続けようって言ったら、すげえな犬と思って、あなんかそういう子犬見てると面白いなと思って。うちのかみさんはそういう会ったばっかりの人は平気で2時間3時間ぐらい喋れる人だけど、俺は別にその犬を平気で3時間ぐらい見てられるわけ。したらさ、その犬が面白くてさ、もうさすがにもうかみさんが帰るって言うからさ、もうあのこれ以上いても悪いからおいとまするって言うからさ、じゃあ俺も帰るわっていいもん見せてもらったわって歩こうと思ったらさ、あの短パンにサンダル履きだからさ、一歩歩くごとにおならが出るわけ。それが面白いらしくて、そのおならを一個一個たどるようにそれがついてくる。もうその時になんかわからないけど、すごくない？俺のおなら、俺のおならと犬が紡ぐこのストーリーがすごくない？黒のロングなんだけど、もうさ、体が弱いから変に洗ったりとかするんでも病気になっちゃってもかわいそうだからっていうんで、むしろ洗わない。その野生動物ってそんな綺麗な、もともと動物って綺麗なものではないから、そのバイ菌があるようなものじゃない限りはそれほど洗わないから、あそれ体もゴワゴワで汚いわけ。それでいて、まあ、首輪はしてるんだけどさ、でも、目はもう本当に病気で真っ白になっちゃってるからさ、なんだろうね、その迫力と言っていいのか悟りと言っていいのか可愛らしさと言っていいのかわからないような、まあ、ルックスなんだかな。そのボロボロの真っ白な目のミニチュアダックス、それがこの135キロの半ズボンのその、サンダルを履いている男、それも山奥のさ、車一台やっと通れるようなところの奥の奥でさ、俺のおならというリードにつながれて一緒に歩いてるのがさ、美しすぎて、おならよ、品切れるな、とりあえずうちのかみさんに今おならが品切れるまでここで遊ばせてほしい、とりあえずこの犬がなんだろうね、村上隆先生に星守る犬の三冠としてもう出してもらいたいぐらいの、いやだけどちょっとね、その間抜けさと面白さみたいなものが久々に未知の遊びをしたっていうか、未知の交流をしたっていうか、でちょっとね、楽しくて、で最後の方やっぱりね、エネルギーって無限じゃないから、でもお腹も減ってくるからおならが切れ出すわけ、ね、これででもちょっと遊びたいから、頑張って出そうとするわけ。さピリってちょっと動くでしょさその他に犬が帰っちゃったって、うんこの匂いは嫌だったっていう犬おならまではあんなに楽しかったのに、うんこ真っ平だったんだよなあいつな、シークレットマドンナ。で今回和歌山で収穫っていうか、収穫、まあ収穫っていうほどでもないか、いやこれが難しいんだけどさ、こういうもん美味しくてさって話してる時にさ、まあこの間ちょっと話したけど、中華街のお粥、冷たいお粥ぐらいだったら行ってみて、まあ美味しいなとかね、あとそうね、そろそろ季節ですけれども、御徒町の韓国料理街にある
みょうがのキムチとかは、まあ、買ってみて、あ、美味しいね。あと、まあ、美味しくなかったとしても胸を張って、まあ、俺は美味しかったから、まあ、しょうがないかなっていうね、俺を信じるとはさっていうね、ぐらいの感じですけど、なんとか微妙にうまい、言うほどじゃないんだよね。わざわざ言ってもがっかりするというか、がっかりはしないまでも、これを共有してもらえるとは、思わないけどぐらいの。なんかね、うちのそのかみさんのね、昔通ってたその高校のすぐそばにね、これまたじいさんばあさん、また別のね、じいさんばあさんでやってるかき氷屋さんがあるの。で、かき氷屋さんつってもその高校のすぐそばの帰り道にあるような、まあ、かき氷屋さんだから、長椅子2つぐらいで、じいちゃんとばあちゃんが代わり番号にかき氷をあの昔ながらの手でぐるぐる回すシャリ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 ってんで書いて、シロップかけて終わりっていうだけのところなんだけど、でそこすごいその有名なんだ、有名っていうかその近所の人はみんなそこでかき氷を食うっていう。で、そこじゃないところでかき氷食っちゃうとちょっともったいない、あそこ行けばよかったねっていうぐらいの感じのところだもんな。これで、まず変わってんのが出前をするんだよね。でかき氷が2個入る専用のおかもちみたいのがすごい量そこにはあって、で電話かかってくるとそのかき氷、まあそのおかもちで出前するんだよ。で行って200円かな、250円か、まあそんな値段ですよ、ね、で普通の大きさので、氷金時、氷小豆を頼んで、まあ僕は食べたんですけど、うちの神さんはブルーハワイなんか頼んで食べてたんですけど、そうするとね、そのどうでもいいことなんだけど、ね、あの割とどうでもいいことの一つ一つがちゃんとしてる感じで、まあ氷は、まあ、うまいもまずいも氷なんだけど、ちょっと雪っぽい感じの書き方、あのザラザラした感じじゃなくて、割とすごく薄く削った感じの雪っぽい感じのその氷で、そこに、金時小豆が入ってて、で上から要するに蜜がかけてあるだけなんだけど、でまず蜜がちょっとだけ茶色、ちょっとだけ茶色くて、でうまいんだけど、これ何なのっつったら、まあ蜜にちょっと こだわりがあって、これね、そのなんかちょっと褐色のザラメみたいな、なんとかっていう砂糖を、にそのお湯で、お湯に溶かして作る、朝一で作ってるこの手製の蜜がみんないいっつってくれてるんで食べる、あのこれにしてるんだって。その金時がよくできてるなと思ったのは、普通あのゆで小豆の缶で十分うまいじゃん、ゆで小豆発明したやつにね、ノーベルゆで小豆賞をあげたらいいと思うんだよね。過去受賞してるのがエジソンっていう、エジソンいろんなもん作ってんだお前っていうね、でゆで小豆がな、あのもうそのババアが言うには、うちのは蜜がちょっと甘いので、その小豆はやっぱり手製で煮てて、ちょっとしょっぱく煮てるか、あんまりお砂糖入れたらしょっぱく煮ないと、小豆の甘いと蜜の甘いはあの食べてて美味しくないから、あの甘すぎちゃうからっていうんで、そのちょっと塩っぽく小豆を煮てるっていう、ね、これがうまくてさ、まあだから逆にそのここまでうまいうまい言われていくとさ、なるほどってぐらいの、でも自分で気づくとすごいじゃん、それを。だからたかだかかき氷だろうと思ってくると、おいうめえな、なんでうめえんだろう、あこれ下の小豆はほとんど砂糖の味がしないんだとか、上はいわゆるシロップじゃなくて砂糖のやつなんだみたいなのがちょっと美味しくて、でまああとタレントでよかったなと思うのは、そこはそのうちのかみさんの通ってた高校のすぐそばだから、そのうちのかみさんの高校の後輩にあたる、何十年も後輩にあたる同じ制服のその女子高生とかが来るわけ、なんかそれをちょっと自分のかみさんが女子高生時代こういう感じだったのかなと思いながら見てるのを、多分あのタレントじゃなかったらお縄な感じの顔してるだろうな俺と思いながら、食ったりするんだけど、でもそれちょっとね不思議っていうか、あの聞けなかったんだけど、とにかくまあそういうことで、せっかく来てくれてる人がいるんだから、いろいろ頑張って作るらしいので、でもそのグルメ気取りでやってるわけじゃないから、練乳はただ練乳だったりするわけ、普通の牛のマークあんじゃん、どこにでもあるさ、あのチューブに入っててさ、これで赤いラベルでさ、真ん中にさ、顔が牛で体がマッチョな男が斧持ってる絵が書いてある、あの練乳ね。ねえ、あの練乳、うちのと違う、伊集院さん途中までうちのと同じだと思ったけど、それうちのと違うで、なんだけど他のシロップ類は自分で作ってるけどね。で帰り道気になったのは、
亀みたいなのに入ってんだけど、言われてみればブルーハワイも亀に入ってたんだけど、あれは何から作ってんだろうって手製だっつってたから、このブルーハワイは何なんだろうっていう、じいさんとばあさんが身を見まねで作るブルーハワイの正体はわからないまま来ちゃったんだけどね。いやでもちょっとね、いい感じ、いい感じで、俺の中ではその学校帰りにちょっと座って食うようなああいうかき氷屋ってのはもっといい加減なもんだったんだけど、そのなんかそのおばあちゃんがちょっと美味しいもん作りたいからっていう、ちょなんかさ最近さ長瀞とかですごいのありますよみたいなやってんじゃん、雑誌で紹介されたりとか、ああいうのとはちょっと違うんだよね。あの徹底的に追求しましたっていうよりも、できる限り美味しくしようとしてみたらこんな感じですみたいな。でちょっとゆったりする言葉がいいなと思ったのは、今日はちょっと氷が柔らかいから、柔らかいから、早く回さないとダメなんだよねなんていうのをちょっと言いながら作ったりとかすると、なんだろうね、それがさ、そのグルメ雑誌に載ってんのを見て来て、うんちくとして言われると、何を抜かしてんな、これはこれだろうと思うけど、その普通の会話の流れの中で何にも気取らないばあさんの口から出ると、おなんかわかんないけど、一個のことでもちゃんと極めればこういうことだし、あとその極めようと思って極めるとさ、どんどんいやらしくなってくるから、そのまあこれは多分自分の、反省の意味も込めてなんだけど、ちゃんとしようと思うとさ、この一箇所がちゃんとしてないからもうダメだっていう、でまた膝から落ちるじゃん。でもそういうんじゃなくて、できることをやった結果こういう感じっていうかき氷がある暮らしみたいのが、まあいい暮らしだなっていうか、いい感じだなと思いながら、かき氷を食いました。そしてねっとりとした視線で女子高生を見ました。見続けました私は。